はい、今日はですね、七草粥の日なので、ちょっと旦那が出かけてる間にですね、作ってしまってお昼ご飯にしちゃいたいと思います。ほんでもって夜にも食べれると思います。生米からやろうと思ったんですけど、ちょっと時間とかなくて、でご飯が余ってるっていう感じなので、今日は炊けてるお米でやります。はい、七草とお出汁と味の素プラスなんか使うかなぐらいでいきます。はい、材料をですね、全部細かくみじん切りにしてですね、これをお米と一緒に煮ていきます。煮る、はーい。土鍋にお米と水入れてですね、5合分ぐらいかな、これで。で、お水は200で、そこに本だしみたいなお出汁の素をうちはちょっと入れてみてます。で、これでちょっとふつふつしてくるまで待ちます。はい、こんな感じでですね、グツグツしてきたら火をめちゃめちゃ弱火にします。ほんでまたコトコト煮ます。はい、ある程度炊けたところで七草投入です。ほんでまたこれでグツグツ煮ます。お待ちください。はい、ほぼほぼ炊けましたね。これでですね、お好みでお醤油ちょっと足してもいいし、うちは味の素とこれにちょっとだけお醤油入れて整えたいと思います。では実食までお待ちください。ただいま。おかえりなさい。からのからの、香りだそうな。まさかの土鍋で七草がゆ。はい、七草がゆの意味はなんか、お正月に食べまくってるから、疲れた胃を休めましょう的な。そういうことなのか、らしい。7日の日なんやろな。そう、ね、らしいよ、だから七草なのかな。じゃないの。はい、じゃあオープン。はい、どうぞ。まさかの土鍋でやってくれてるとは思わへんかったで。せーの、はい、オープン。はい、結構クタクタです。あー、いい香り。あー、いい香り。ねねね、厄除けじゃないんだよ。はい、ほいです。よし、はい、太郎か。はい、水の量を、200とか言っちゃったんだけど、嘘です。400、結構いります。 あれだもんね、残ったご飯だったもんね。うん、梅干しとかもあったね。あります。梅干しかけてもいいかもね。はい、止めます。はい、なんか卵を溶いたらいいんじゃねえ的なやつで入れてみようか。うん、よいしょ。そしてなんかあら入れても美味しいんじゃ、あら入れたら美味しいんじゃねえってちょっと思ってたんですよ。あれなんです。あらって知らない人多いかもね。どうだろうね。なんかね、あとなんか梅干し入れたらうまいんじゃねえって言ったらなんかちょっと怒られた。怒っちゃない。怒っちゃないか。刺激物だっつった。刺激物だっつの。胃を休めるためだっつのって言われたけど、でもこれもう火止めちゃったから、わからん、土鍋だから、混ぜ混ぜ。まあでもいい感じかもしれない。これで、いい感じになってきました。いい感じになってきた。置いといた方もある程度考えると、いい感じなんでしょう。よし、じゃあ食べてみてもいい？はい、どうぞ。いただきます。七草、なんか、なんていうの、草の香り、土っぽい匂いするね。あ、だそうです。はい、